はい、皆様こんばんは。まず、はい、今日音入ってますかね。いつもいつもこれが気になる私、ボギーテドコンでございます。はい、ハチさんから音声良好ですよということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、今南の島沖縄、車の中夜でもね、ちょっとエアコンかけないと暑いかなっていうぐらいの気温でございます。昼間は確かね29度なんて言ってたんですけど、日向はね間違いなく30度ぐらいあったんじゃないかと思うぐらい暑かったですね。今日海にいたら間違いなく真っ赤に日焼けしてるぐらい、そんな夏の日差しがまだ残った、まあ、南の島、昼間は当然エアコン全開ですけど、夜はね、まあ、窓を開けてたらちょっとはマシかなっていうぐらいで、まあ、でも窓を開けて走ってる車ほとんど見かけないです。はい、ほとんどエアコンかけて走ってる状態なんですが、皆さんのところなんと12度とか15度とか、仙台ではストーブ焚いてるとかですね、全く信じられない、気温でございます。コウスケさんのところは東京寒いということでございまして、いやーすごいですよね。はい、まあ、そんな中でね、本当に暑い南の島沖縄から、ストーブ焚いてると思われる北海道のホルスタインさんまで南北、はい、3000キロ余りをつないでの今日もキャスト、なります。さて、今夜初っ端から素敵な笑顔が、はい、素敵な笑顔が映っておりますが、まあ、皆さんもご存知の通り、まあ、世界のキング、トランプ大統領ですね。まあ、日本のメディアは、まあ、繰り返し繰り返し、まあ、トランプ大統領が不利だと、はい、バイデンに負けてるんだっていうことばっかり報道していますけど、実際どうなんでしょうかね。はい、ホルスタインさんから札幌17度ということで、有馬なんか、はい、北九州よりあったかいじゃないですかという感じでございます。東京の方がずっと寒いですよね。はい、南川内の足子さん、伊賀の山奥10度ということでございます。いや、本当に日本のメディアの報道姿勢っていうのはお寒い限りでございまして、まあ、トランプ大統領のネガティブなところばっかりをね、どん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 報道しております。もうこれはもう嫌がらせではないのかと思うぐらいね、やっているんですけど、いかに、まあ、日本のメディアが偏った側に毒されているのかっていうことをね、私は強く感じております。まあ、当然ながら日本国内におきましても、前の安倍政権、そして現在の菅政権に対しても批判的なことばっかりね、揚げ足取るようなことばっかりやっていますけど、本当にいつまでこの6人のね、はい、日本学術会議の6人の件を延々とやるのかなと。まあ、沖縄の新聞に至ってはなぜこれを採用しなかったのか、説明責任をっていうふうに社説で書いているんですけど、当の琉球新報さん、自社に応募してきた、学生さんなんかね、採用に至らなかった方々にきちんと、あなたはなぜ採用にならなかったんですっていう説明をしてるのかなって言ったら、絶対にやっていないというふうに思います。アメリカ本国でもね、今ラプテンさん書いてますけど、バイデンさんの息子さんがね、とんでもないスキャンダルあるみたいで、まあでも日本国内では全く報道されてなくてですね、ほとんどの方々が知らないと思います。まあ、こういうね、アンフェアな報道姿勢っていうのは、やはり将来的に私はね、法で規制すべきではないかなと思っております。今放送法っていう法律があるんですけど、それをさらに厳しくする必要があるのではないでしょうか。さて、今日はね、初っ端からトランプ大統領のにこやかな顔を出しているのは、まあ、これ全く沖縄も無関係ではないお話をさせていただきます。まあ、実はこのアメリカ大統領選挙、11月4日が、確か投票日になっていますよね。11月4日、まあ、それにね、関しまして非常に不穏当な話が持ち上がっているんですよね。実は何かと言いますと、
中共、中共ですね、中国共産党がなんや変な動きを見せているということでございます。これは実は伏線がございまして、10月10日台湾の建国記念日に、まあ、台湾の、はい、総統がですね、こういった軍事的圧力には絶対に屈しないっていうスピーチをして、あからさまに中共との対決姿勢をあらわにしております。まあ、そういった中で中共は、まあ、このままだと台湾は独立してしまうという懸念を持っているようですね。まあ、その懸念を後押しするかのように、現在のトランプ政権が、まあ、これは選挙後当選した後になると思いますけど、まあ、台湾を国として認めると、そしてトランプ大統領か、はい、補佐官誰かをね、あの台湾に送るという話が、まあ、持ち上がってるっていうことでございまして、まあ、中国共産党にしてみれば、まあ、こんなねとんでもない話はないわけなんですよね。ですから今必死になってで、まあ、トランプ大統領の追い落としに力を注いでいる。まあ、それは人的、まあ、金銭的にもね、かなり私は、バイデンさんの方に何らかの加担してるんじゃないかというふうに、見ております。ただ今後ね、トランプさんが当選した後に、当然ながらアメリカの捜査機関というのはね、 NSC にしろ CIA にしろ、まあ、日本のね内調とは全くレベルの違う、規模の違う組織なんで、これトランプさんが当選した後に捜査されてね、いろいろ出てきたら、まあ、アメリカの民主党というのは壊滅するんじゃないかなんてね、私思ってもおります。まあ、メディアがトランプさんは不利だと、バイデンさんが有利だというふうに報道していますが、まあ、前回の選挙でもね、確かヒラリーさんが優位でトランプさんは不利だと言ってトランプさん圧勝しましたから、まあ、メディアの報道と、実際のね投票行動っていうのは必ずしも一致しない。まあ、最近で言えば日本でも、はい、一番総理になっていただきたい方という方がね、メディアによって思いっきり持ち上げられましたけど、蓋を開けてみればどうだったですかね。ダントツの最下位だったじゃないですか。あれと一緒でね、メディアっていうのはちょっとね最近やっぱりおかしい。なぜそうおかしいかというね、背景にもやはり今後、日米きちんとやっぱり踏み込んでいく必要がね出てくるんじゃないかと思っております。まあ、そういった中で大統領選挙11月4日その近辺前後にですね、いわゆるこの中共、中国共産党のいわゆる子会である中国人民解放軍が台湾に向け侵攻するという話が、まあ、出ております。これはなぜかと言いますと、まあ、大統領選挙の当日前後だと、まあ、アメリカが非常にね選挙の件で混乱をしていて、まあ、指揮系統もきちんと機能していないと、そういった中で、隙をついて、まあ、台湾に侵攻するのではという話が、まあ、持ち上がっているんですよね。まあ、これは私実際にあり得ると思います。今の状態だと台湾本当に完全にね、独立してしまう可能性が高いし、最近のアメリカの動向を見ていますと、新型の F-16 を売却したりとかしていますんで、どん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 台湾とのねつながりというのをね深めていく傾向にあると私は見ています。それをどこかで止めないといけないと思ってるのがやはり中共であり、香港で、結果的に強硬策に出て、自由主義国家がですね、社会が、具体的な制裁というのをねできなかった。あれだけね台湾のやはり民主化っていうのがね国際的に大きく取り上げてる中で、弾圧をしたんですが、まあ、それに対して実力行使でねやってくるところっていうのは正直言ってアメリカ以外なかったわけなんですけど、まあ、今回、
香港どころじゃないんですよね、台湾っていうのは。もう中共にとってはもうとにかく取られてはならない要衝でございまして、まあ、本来であればね、もう統一してそこに軍事基地を作って太平洋への出口にしたいと目論んでると思いますが、現在の台湾の体制は中共とは全く相入れない。ならば武力でそれをね、統一してしまおうっていう、まあ、考えを持ってもおかしくないと思っております。まあ、そのチャンスはいわゆるアメリカ大統領選挙の前後、11月4日、まあ、3日か4日か5日かそのあたりだと思いますが、まあ、その隙をついてね、中共は仕掛けてくる可能性が高いというふうに、まあ、言われております。まあ、ところがアメリカそして日本、これに対してね、やっぱりどっかで情報を仕入れてるんだと思います。なぜかと言いますと、鋭利な歯という日米共同訓練が実は、尖閣諸島および台湾近海でですね、これ10月の確か25日あたりから11月の6日までの予定で行われることになっています。これはあの米軍のね、在日米軍のホームページにも載っている公開情報であり、その規模がねちょっとびっくりしました。なぜかと言いますと、自衛隊の参加人数3万7千人、3万7千人ですよ皆さん。自衛隊の、ね、参加延べ人数が3万7千人、そして米軍がね6千人でしたかね、はい、4万人余りの兵力を持って、その演習を、台湾近海および尖閣諸島、ね、近海でやるということなんですよね。これって私は、米軍がですね、まあ、アメリカ側が中共のいわゆる不穏当な動きを事前に察知をし、いつでもそれに対して動けるように、そしてそういったことをさせないような牽制としてですね、このような大規模な演習を台湾および尖閣諸島近海で行うと私は見ているんですよね。いやしかしね、これ実は同じようなことがあったんです。これ実は8月15日、私は8月15日に、中共がねこの尖閣諸島に、上陸するんではないのかという予想を立てていたんですが、ところがこの8月15日を挟んだ、ね、日に、まあ、そのちょっと前からなんと米軍がそこでね自衛隊と共同訓練していたんですよね。まあ、それ見るとやはりアメリカというのは日本と情報を共有する、そして日本だけではやはりね、得られない高度な情報を持って、まあ、中共の動きを事前にやはり、抑えてるというふうに私は思っております。まあ、とにかく8月15日、まあ、日本の敗戦記念日、まあ、終戦記念日ですね、そして今回のアメリカ大統領選挙のそれを挟んだ日に日米合同訓練がこの東シナ海尖閣諸島近海で行われてるっていうのは、これは単なる偶然ではないと。これはもう信頼する情報に基づいて日米が協力し、いわゆる中共の、はい、暴発をね未然に防いでるというふうに私は、見ていますが、まあ、皆さんどのようなお考えでございますかね。また、これ記事にも載っていましたけど、まあ、日本の菅総理の日程などが全て、はい、話してる内容とか全て中共に筒抜けということでございますが、まあ、石垣島のね漁師さんの出港予定などもみんな筒抜けですし、このに日本っていう国はねそういった、情報管理について非常に甘いところがやっぱり
あるなというふうにね思っております。まあ、それをね必死になって邪魔をしている、スパイ防止法などを作らさないようにしている野党っていうのはやっぱりどこぞの国に加担してると言われても仕方のないことですし、日本学術会議などもね国からお金をもらっておきながら日本の防衛に資することは全くしないということでございまして、もう本当にこの国はね、一度徹底的にやっぱり大掃除しないといけない。まあ、それは私は、トランプさん再選後に、日米共同の赤狩りが始まるんじゃないかというふうに思っております。まあ、徹底的にそういったね不穏当な方々をあぶり出し排除していく、そしていわゆる日本のね親中議員や親中の企業などはアメリカでいわゆる入国もできない、商業活動もできないということになれば、これはね今中国大陸に進出している日本企業、これも引き上げざるを得ないと私思いますよ。中国を取るかアメリカを取るか、二者択一の究極の踏み絵がね、私はトランプ再選後に日本に突きつけられると思っております。まあ悲しいことに日本という国はねこういう外圧でしかやっぱり変われない。本来であれば自分の国で戦略を立て、きちんと政府主導のもとに、国際社会の中で自由主義国家の一員としての矜持を見せるべきなんですが、まあいかんともしがたい法の縛りがあってそれができない、そして審議拒否をして逃げる野党、ね、そういったあのグダグダ時間だけがかかって何も決めきれない国会、そんな中でやはり外圧に頼らざるを得ないのかなと思うと本当に悲しいなというふうにね私は思っておりますが、この習近平、中国国民に対し2ヶ月分の食料の備蓄をと呼びかけたというニュースもね流れておりました。ということは私はこの11月4日前後に、まあ、中国中共がね暴発する可能性は非常に高い、それを抑えるためにいわゆる日米が4万人余りの動員をかけ、今までにない大規模な演習をその台湾および尖閣近海で行うと、まあ、当然ながら日本からは、空母軽空母も出ます、アメリカは正規空母出します、で当然ながら嘉手納の米空軍も自衛隊那覇基地からも行くと思いますよ。今までにないね大きなやはり演習になると思いますし、まあ、そういったところに中共が飛び込むということはまず私は考えられないと思いますが、国内的に何かと追い詰められている習近平体制、私は暴発の可能性はゼロではないかなと思っております。ですからその習近平いわゆる中共の覇権主義をね抑える国はアメリカしかないんですよ。そのアメリカのトップである大統領がねいわゆる親中派になってもらったら、まあ、この自由主義社会っていうのはもうね中共に飲み込まれる。ですから何が何でもこのお方にね当選していただかないといけないかななんてね私は、思っております。さて、続きましていろんな話がいっぱいあるんですけど、本当に次々何を喋っていいのか私も困るぐらい話が実はございます。さて、今日もう一つのお話これでございます。皆様にちょっとねお見せしたいと思いますけど、これですね。はい、昨日皆様に、ちょっとお話ししました、ボギーテドコン金星手作りの日の丸ガラスバッジでございますよ。皆さんいかがでございますか。はい、これ全部手作りなんですよ。このガラスの日の丸も、はい、手作りでございまして、一個一個ね、職人さんに作っていただきました。まあ、ニコちゃんバッジのように大量生産はしておりません。一個一個手作りやってるもんですから、そんないっぱいはね作れないんですよね。で今やっとカットね、どのぐらい作ったかな、30個ぐらい
作りましたかね。まあこういう感じで、はい、一生懸命作ってみました。今日も私胸にはめてるんですけど、結構ね、はい、結構綺麗です。特に太陽の光が当たりますと、ガラスなんでね、キラキラ光るんですよね。そして一つとして同じ形がない、日の丸がね、風にはためいてるのを見るといろんな形に変化しますよね。それと一緒で、この日の丸バッジもですね、一つとして同じ形がないんです。ですから一個一個ね、きちんと撮影をして、まあ、シリアル番号をつけて、どれが誰のもとに送ったかというのをきちんと把握しとこうなんかなと思っております。でもこういったバッジ皆さん見たことないですよね。七宝焼きのバッジとか結構多いと思いますけど、これは私が今ね、運営しています、ワンヌウムイ、まあ、ラジオ番組ですね。これのいわゆる継続の資金とですね、また沖縄でいろいろ私の他に、放送を頑張っている、タカさん、はい、水曜チラチラ作戦さんなどへの支援などにね、ご協力していただいた方々に、いわゆる私のウムイとして、はい、お送りするやつでございまして、ワンヌウムイ基金の方にねご協力いただいた方は遠慮なくね、私の方に、送り先、メッセージで送ってくださいね。はい、これからまたツイッターとかフェイスブックにも載っけますけど、まずはね、このツイキャスの我が戦友の皆さんに初お披露目ということで皆様にお見せしておりますが、どうですか皆さん、こういうのあまり見たことないと思いますけど、まあ、ガラスなんでね、とにかく太陽に当たるとキラキラして綺麗でございます。はい、これをね、胸につけて、私は日本人であるっていうね、そういった矜持をね示すものに、なればねいいかなというふうにね、私は思っております。まあ、本当にね、この沖縄っていうのは不思議なことにね、こういった一生懸命活動しててもなかなか協力してくれるところない。特に企業なんか全く協力しないですよね。協力してるのがバレると、右翼の会社だとか言われてね、不買運動とか左翼にされますから、もう怖くて近づけない。まあそんな感じで、うちの番組ワンヌウムイもですね、スポンサーも何年もついていないですよ、スポンサー。正直言ってね、最初の頃だけまあタクシー会社のスポンサーつけてましたけど、もう売り上げが落ちてね、スポンサー撤退した後はもうずっと自分がね運営をしてきました。そして今年はね、チャンネルボギーさんが一生懸命、はい、動画配信とかをねやっていただいて、それでどうにか頑張っているんですけど、もうねこういったところもやっぱり皆さんに協力いただいて、沖縄の地上波でどん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 いろんなね事実っていうのをやっぱり発信していきたいなというふうに思ってますんで、またよろしければご協力いただいて、このバッジをね胸にはめていただきたいなというふうにね思っております。特にこのバッジをつけて靖国神社に行った時にはぜひまた写真を送っていただきたいなというふうにね思っております。さて沖縄、またちょっとねややこしいことになっております。本当に大丈夫かなっていうような状態なんですけど、はい、これですね。実は九州沖縄の新たなね、はい、感染っていうのはこのように感染者45名死亡ゼロなんですけど、この45名のうちなんと沖縄が34名、特に宮古石垣で今爆発的にねちょっと出てきているんですけど、やはり GoTo で観光客がたくさん来たところに発生しています。まあ、先日キャスでもご紹介しましたけど、離島でねマスクしないことをなんか自慢してるような観光客の方がいましたけど、これを見てどう思うのかなというふうに私思うんですよね。まあ、ご自身は島に来てね楽しんで帰ればいいんですけど、さてそこに住んでる人たちは
そうはいかないわけなんですよね。ですからそういった部分もう少しやっぱり気遣っていただいてもいいんじゃないかなと思ったんですが、案の定、宮古石垣で今感染者がねドーンと出てきてるということでございまして、まあ、地元の方々もね本当に今心配をしております。もう玉城デニー知事お願いですから、もう半吉ばっかりしないでね、こういったところにぜひ力をねやっぱり入れていただきたいなと思ってる県民は私一人ではないかなと思っております。さて今日最初にお話をしました、はい、11月4日近辺の中共の暴発について、これ沖縄は全く無関係ではございません。多分日米共同訓練がなければ私は間違いなく中共は台湾に侵攻しながら尖閣にも上陸をする、つまり彼らはアメリカと日本の戦力を分散するというね、二面作戦をね私は取ると見ていました、まあ、ところがこのようにねその、はい、いわゆる欲望に蓋をするような形で、日米が4万4千人ですか、はい、ぐらいの延べ人数を動員しての演習、鋭利な、刃というね日本名ではそうなんですけど、そういった演習をするということでね、本当にアメリカの情報能力っていうのはすごいなぁなんて思いますけど、まあ、我が国日本もねこういったアジア諸国の中でここまでね情報に疎い国はないと私は思ってますんで、ぜひきちんとした情報機関、諜報機関を作って、いわゆる情報戦、諜報戦、そしてメディア戦でもねどこにも負けない、そんな力を持っていただきたいなと思っております。いやしかし今日もね、ペラ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 喋っていますけど、いや楽しいですよ、はい、いろんな喋ることもたくさんございますし、今日はでもちょっと一つだけ嬉しいことがございましてね、はい、嬉しいことこれですよ、はい、みんな笑っちゃうかもしれないんですけど、たまたまね、帰り道で入ったスーパーで見つけた半額シール、その半額シールがなんと私がね、食べたいなと思っていたヒレカツについていたということでございまして、ついつい出来心でヒレカツの半額を買ってしまいましたね。値段にしていくらあったかな、180円ぐらいですかね。いやなんか得したなという気分なんですけど、まあ、小さな幸せに、感謝できない人には、神様はそれより大きな幸せは配分しないと私は思っております。ですから普段からこうしたちょっとしたことにね、はい、幸せを感じ感謝することでさらなる大きな幸せを、呼び込むことにつながっていくと私は思っております。私たちだってね、コーヒーをおごってありがとうと言わない人間に次は飯をおごってやろうなんて思わないですよね。まあ私もそういうふうに思っていまして、本当に些細なこと、普段は赤になる信号をね青で通過したとか、そういった本当にね些細なことにも感謝をする、毎日をね過ごしておりますが、本当にこうして毎日来ていただく皆さんにも心から感謝をしておりますということで、今夜のボギーチャンネル、これにて、終了させていただきます。皆さんも今日もね、最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。明日も22時半からの放送となりますことを、ご了承ください、では皆さん良き週末をお過ごしください。ありがとうございました。